宇宙から1959年は中華民国の軍人。字は隅川、北京政府、法天派に属した。最終階級は中将、鉄霊剣高防民村の出身。1906年6月、清政府より日本留学に送られ、1911年5月に陸軍主官学校不評科を卒業し帰国。1914年、 法天陸軍補修所学堂監督を経て、両陳樹師所で、五春昇の副官を務めた。1916年春、法天軍省参謀健全省警務所視察庁となる。1918年1月21日、陸軍第29市参謀庁に任命され、1919年1月1日、陸軍不評条項となった。このほか、 国陸公特軍公所参謀長、東三省特別区警察総管理所副所長も歴任している。法典派がいる席すると、うちんは、佐々軍中通司令部参謀所長、佐々軍第二補充旅旅長、北京参戦事務所副官を歴任した。1922年、第一次、佐々ぐじ戦争で法典派が敗北すると、法典全勝警備大統領となる。 さらに、法典歩行局総弁、法典省刑務所改弁も務めた。翌年10月、法典刑務所所長も兼ねている。うちんは、洋坂会帝率いる日本留学者で形成された士官派に属しており、長学寮、各省令の陸大派とは対立した。1925年は秋、陸大派の牽制をもくろんだ洋坂会帝により、 長学寮が軍団長を務める第三方面軍の副軍団長に発令されたが就任しなかった。冬からは、沈衣軍第八軍副軍長、第三方面軍広報留守総司令、東北陸軍第十指示長を歴任した。翌1926年3月には、長学寮、ハンリンハルが率いる第3、第三、第四方面軍団第十軍軍長兼第八、指示長を務めた。 同年8月21日、陳衣将軍くらいと、陸軍中上位を授かり、翌月には、刑期経営司令に就任した。同年12月、宝天軍は半ば独立していた、長宗省の直路貫根軍の他孫殿方の五将、貫根軍、遠釈山の三成軍を取り込んで暗黒軍を名乗る。1927年2月、暗黒軍第3、第4方面軍団は、 河南省に出兵。当初、第10軍は最高尾だったが、黄河を渡過中に、要査改定の指示で、急遽最前列に変更される。また、交通部次長の常影園児は、士官派指示者だったため、市長兵や軍用車を優先的に配備してもらうことができた。一方、非士官派の超温新率いる、第11軍はその手は寄せ送った。5月1日、 直令派残島のカナン保衛軍を城塞圏に追い詰めて包囲し、開封を占領した。しかし、部隊を開封に集中させ周辺の防御が手薄だったことに加え、地元新省の海中に不信するあまり軍の指揮を怠り、武漢国民政府に転向したの救援要請を受け入賞した挑発系率いる国民革命軍第一集団軍第四方面軍。 第一重隊と兵玉将率いる第二集団軍あずま軍によって上塞はい囲いされた。さらに両軍は北伐の進軍を続け、6月2日には海風を奪われ、全軍覆滅の敗北を起死した。この失態を問われ、軍長を罷免された。9月、京水県越市に任じられている。北京政府崩壊後、うちんも東北へ引き返し、 1928年10月、東北変貌公所参議に任じられた。またこの頃、龍首山の三聖館等修理に、太陽百元を寄進している。歴史後の翌1929年1月に、長学寮は、士官派の粛清に乗り出し、洋坂帝と、常影園児は殺害されたが、うは、粛清を免れ、引き続き、 東北変貌軍司令長官公所参議を務めた。また、陽の死後、その財産は側近だった、李景明と、王氏名が欲しいままにしていたため、長学寮は、うと、憲兵司令官の陳公は、石田家らで、審理委員会を設置、李景明と、王氏名を逮捕し、財産を、陽佐海典の遺族に返した。1931年9月、満州事変が勃発すると、 うは、抗日活動に従事した。この頃、土井原健治らから日本への協力を打診されたが、拒否している。1937年7月に露光橋事件が勃発すると、うは引退して、北平に隠居した。終戦後の1946年、紹介席の国民政府により、軍事委員会委員長等北行英中小参議に起用されている。 1949年10月の中華人民共和国成立後、ウチンは中国人民政治協商会議、両年省委員会委員、同常任委員を歴任している。1956年には特要委員として政教全国委員会第二期会議に参加した。1959年秋、北京市内にて脳一血のため死去。去年72、 ありがとうございます。